少女歌劇団ミモザーヌ2期生の白美優です。同じく少女歌劇団ミモザーヌ3期生の坂本リルハです。私はそのメンタルがすごい強くなったなって思ってて、メンバーの前に出るのもすごく緊張していたんですけど、もうメンバーなら何でも見せていいやと思って最近はすごく前に出ることにできてるし、舞台でもそんなに緊張することなく皆さんの前に出れてるので、そういうところはミモザーヌに入って鍛えてもらったところだなって思います。その入団した当初はすごい意見とか言うのがすごい苦手だったんですけど、でもそうやって入ってこうレッスン重ねていくたびに、公演するのにみんなで意見を言い合って、より良いものにするために意見を言わないといけないので、その時に少しずつなんですけど意見を言えるようになったのが成長かなと思います。本当に少女歌劇団ミモザーヌはレッスンがこれやるのっていうのがすごいあって、やっぱフラメンコとか日舞とかって、私入団した時はそんなのやると思ってなくて、ヒップホップとかジャズとかそういうダンスだけなのかなって思ってたんですけど、フラメンコとかも歴史、フラメンコの歴史とかから教えてもらって、そういうのも教えてもらえるんだってすごくびっくりしました。ミモザーヌに入って自分の知らない自分をすごい知ることができたなと思って、苦手だなって思っていることがあってもメンバーからはなんかすごい良かったよとか、すごいメンバー同士での褒め合いとかがすごい多いので、自分がちょっと苦手だなとか思っていることもすごい、あ、これってすごい得意なんやとか、そういうのに気づくことができます。これから応募する方もう応募したよって方もいると思いますが、もう本当オーディションは緊張することはないです。私はすごいオーディションの時に緊張してしまって自分が出せなかった部分があるんですけど、でもやっぱり見てるメンバーとか先生方は悪いところじゃなくていいところを見てるので、すごい自分が出したい部分とかを出してもらえたらなって思います。すごい緊張すると思うんですけど、もう私も携帯で応募するときすごい緊張したんですけど、もうオーディションはすごい和やかな雰囲気だったので、緊張でガチガチで行っちゃったんですけど、でもすごい和やかな雰囲気で行けたのですごいいいと思います